元を考える。まず、開眼のご本尊様に、この何十年経っても、直に参詣ができないっていでうきそなのい。姿。これはもう、罰の姿以外何もんでもない。いや、でも、刑事会はそれが美徳とされてますからね。それは何とでも理由はつけるけど、だって大聖様は、参詣遥かに中絶せり、急ぎ急ぎ来臨を下つべしって、上野殿にすら、まあ、あれは激励なんだけどね。病で少し伏せてたから、だけど少し良くなってきたんであれば、急ぎ急ぎ参詣しなさいって言ってんだよ。で、これにて待ちって候なりって。待ってますよって。要するにね、海南のご本尊様に参詣できないっていう姿は、大聖人様は、それはお認めになってない。自灰をしなさい。遥拝なんかで満足してる姿は、本当の信心じゃありませんよ。当時だって、上野殿だって、全然やったんですよ。だでもそれは御門に照らした方が言ってるわけですよ。から、要塞権を決してお目通りすることをもうできなくても、要塞権を認定しなさいということを言ってしょうか、それはさ、自分たちがそれをできなくなっちゃったから、あ、そそれうになんたですだか。弁解してるだけで、浅井先生自体が昔浅井甚平さんと一緒にね、あの頃は喜んで御開帰受けてたんだから。当時2、300人ぐらいの検証、あ、昇進、明進校、それからもうちょっと大勢かな。それも危機としてだよ。こんなありがたいことはないとか、この我々のために台風がどうのこう、それたとかどうのこうのとかって、当時の富士とかに、こう、喜びさんって書いてあるわけだよ。で、自分たちがあの時御開帰を、ああって喜んで受けていて、なんで今になって御開帰は父兄の御開帰だとか言えるんだよって。つまり、あの人のもう根っからのそういう性質の人で、都合の悪くなったら平気で前言をひっくり返してみんなをたぶらかすっていう。そう。だから長年やってる人たちはいらんないんですよ、もうん、昆布会館参詣して、台風のご本尊ありますよう。ね。高知会館のご本尊、全然もう迫力違うなと思って。まあさ、大きさとかそれはね。いや、まあ、それ見た感じで、ああ、ありがたいなと思ったってたんです。でも全部、魔全然物。違うって言いますね。魔物なんです。大大ご御本尊本尊って。様はも一回行ったらもうすべて、う、もう100、1000言葉並べるより、もう一発でわかるからって言われるんですよ。そう。もうそんな経験したこと見たことないそりゃそうで限りすでよ。ございます今のから。状況では。だから、結局ね、海南のご本尊様、大聖人様の御もとに、参詣できるかできないかが、正しい信心のグループなのか、間違った信心のグループなのかの、それのもう現象ですよ。我々は、法華行員っていうのは、みんながみんな、皆さんみたいなさ、そういう熱い思いを持って釈迦してる人ばっかりじゃないことも事実ですよ。だけど、どんな人でも、この1月2日、また、この年明けたらね、初登山っていうのが、全国法華行員において、志さえあれば、誰人も受け入れてくれる、大聖人様が。そして、大事なことは、開眼のご本尊様と、そこにね、歴代ご発聖人が同志を取られて、その後ろに並ばなかったら、本当の功徳はないんです。開眼のご本尊直接直拝するなんてことは、そもそもが思い上がってんだよ。それが大聖人が定められた道筋なの。だから、開眼の大御本尊、そして、開眼のご本尊様は、絶対に歴代御発聖人が同志取られなかったら、ご廃止されないんですから。まあ、お内裏様の時あるけどね、その芸家がどっかに、ご神教されてるとか、それは芸家の命令によって、その代理でやりなさいって方、つまり芸家の代わりだよ。いずれにせよ、歴代の御発聖人が同志に取らなければ、本当の意味で開眼のご本尊様ご内拝許されないんです。ということは、開眼のご本尊と歴代ご本尊人というのは話して考えちゃったらダメなんです。そこをたぶらかされた。